おはようございます。株式会社アミューズワンセルフの山川と申します。本日はブースにお立ち寄りいただきましてありがとうございます。早速ではございますが、私の方からは会社のご説明、そしてドローンレーザーの測量機器と、ドローンとご紹介をさせていただきます。当社は測るに関わる業務を行っております。まずは測量の測る、そして体積を測るなど、測るにも様々ありますが、弊社が最も多いのは、形状が分かっているけれども測りようがないなど、課題を解決するために作戦を測るといった測るです。これは国土交通省様やコンサルタント企業様、ゼネコン様など様々なところから依頼があります。また国内だけにとどまらず、海外からの依頼もあります。弊社はこれら測るに対して、ハードウェアからソフトウェアまでの全ての商品を自社で開発し製造しております。事業開始年度である2001年からこのように様々なものを開発してきました。その数はざっと400以上に及びます。そのため自分たちでは問題解決型の企業だと思っております。私たちは創業当初から移動するものにセンサー類を搭載して、どんどん3次元化していくことを得意としております。画像にあるように、有人航空機、船舶、自動車、無人化施工の重機に取り付けて計測した実績があります。一つ有人航空機の例をご紹介させていただきます。こちらは大阪の天王寺駅の周辺のデータの一部です。30センチ四方に1点の点群となっております。今では Google マップなどで見られているかもしれませんが、私たちはこの計測を2004年に行いました。次にドローンの開発の経緯を少しご紹介いたします。日本ではこのように家の裏山が崩れるといった災害が多いですが、先ほどご紹介した有人航空機ですと、被災地まで移動時間がかかること、そして高価なので機材数が限られてしまう。で、そちらの機材を使うと費用がとても高額になってしまうという問題が挙げられます。そこで私たちは誰もが航空測量ができることを目指して、自動飛行が可能な小型航空機、今でいうドローンの開発を始めました。これが2006年のことです。当時のドローンはこのようなものです。機体の重量は 3kg 未満で、そのため当初から比較的長い時間の飛行が可能でした。私たちはこれまで用途に合った様々なドローンの開発をしてきました。長時間飛行のもの、多機能なもの、変形するものなど様々です。こちらは2014年の御嶽山の噴火時にの例なんですけれども、現場にすぐに駆けつけました。この頃市販されていたドローンは飛行時間が10分程度でしたが、弊社のドローンは3キロぐらいのものを搭載して1時間程度の飛行が可能でしたので、さまざまな機材を搭載して2日間で22回のフライトを行いました。具体的にはサーマルカメラでマグマ爆発なのか水蒸気爆発なのかを調査を行ったり、サンプラーを搭載して硫黄濃度を測ったり、分光計というもので噴煙の体積を推定しました。これまでのようにさまざまな用途のドローンを活用していましたが、ある時国土交通省の方に、実際の災害では雨や風があると言われたことで開発したのがこちらの全天候型のドローンです。雨天はもちろんのこと、風速が25メーターのところでも飛行が可能なように開発しました。こちらが国交省の方と行った検証で、無茶な操作をしても問題ないことを確認していただいております。下には6キロのおまりをつけております。そして次に、こちらが筑波の建設研究所の敷地内で横から25メーターの風と雨を吹かせている状態です。このドローンを使って2018年に台風時に冠水した関西国際空港の災害時に活用しました。海上空港ということもあって強風下でしたが、このように写真から3次元モデルとオルソ画像を作成して、被災地の状況が分かる成果を発注者の方に納品いたしました。
次にドローン搭載型のレーザースキャナーシステムについてご紹介いたします。最近のドローンではこのように高性能なカメラがついていることが標準だと思います。なのでカメラ画像から SFM という手法で3次元の測量が復旧しました。このように工事現場などでは有効だと思いますが、ただ測量は地面を測る仕事です。このように樹木のあるところでは木の表面しか測ることができないので、樹木下のデータを得ることができません。ですが1秒間に数万点から数百万点照射するレーザー測量の場合、葉っぱと葉っぱの間から地面まで届く点があるので、このように地表面のデータを得ることができます。具体的にデータを見ていただくと、このように写真測量だと表面のデータだけですが、レーザーの場合は地面まで点が届くので、樹木のデータを取り除くとこのように地表面のデータを得ることができます。今ご説明しましたレーザー測量ができる弊社の T ドットの開発履歴をご紹介いたします。2013年にはドローン搭載型として私たちが調べる限り世界初のレーザースキャナーシステムをリリースしました。そして2015年にはさまざまなドローンに搭載ができるようユニット化を進めました。特に2016年には DJI 社のマトリス600がリリースされましたので、600に搭載できるよう対応をしました。同じ年にそれまで専門の方が行っていた複雑な最適軌跡解析という処理をクラウドで行えるようにしました。そうすることで誰もが使えるレーザーソリューションになりました。2017年には計測速度の大幅な向上を行い、2018年には国土交通省が実施した革新的河川プロジェクトの中でグリーンレーザーを開発しました。そして2019年の初めにこのグリーンレーザーを販売開始しました。そして2021年には DJI 社のマトリス300に搭載ができるようバージョンアップを行いました。このグリーンレーザーシステムはこれまで、国内外で100台以上が運用されております。次に使用事例のご紹介です。こちらは山を一つ測量したものです。もともと城郭があった場所です。こちらが樹木を取り除いて谷と尾根を強調したものです。こちらが等高線で図化したものです。次に比較的広い山間部の集落を測量した例です。約2キロ四方を1日かけて測量したものです。こちらは応用が少し入ったものなんですけれども、山頂と山頂にまたがる高圧電線のある場所で、地形と高圧電線を同時に測量した例です。目的が高圧電線と樹木の理覚調査です。これまでは人が山に入って調査していたのが10分程度のフライトで計測することができました。こちらが断面になっております。上の4つの点が高圧電線です。このように高圧電線と樹木の理覚がわかります。それぞれを総当たり計算することで一定距離以内の樹木をピンポイントで探すことができました。こちらは崩落現場のものです。被災してすぐの要請によって測量を実施しました。成果としてはこのようなもので、すぐに有識者の方の見解がこのように発表されました。ドローンの着陸後約30分のことでした。このスピード感こそがドローンの最大の特徴だと思います。ここからは当社の顔ともいえるグリーンレーザーについてご紹介いたします。通常ドローンレーザーの測量で使われているのは近赤外線のレーザーです。従来の近赤外線レーザーは900ナノメートルという波長なのですが、グリーンは530あたりの波長を使います。分かりやすい図で表すと、このようにグリーンレーザーは水への吸収がされにくいことが分かります。ではどのぐらいの深さが測れるかというと、弊社の場合これはあくまで綺麗な水での理論値になりますが、高度50メーターでドローンを飛行させた場合 13.5 メーターほど測れます。高度50メーターでドローンを飛行させ、すみません、100メーターの場合でも10メーターほどになります。地上や河川、そして浅い海まで測れるのはグリーンレーザーだけです。光を使う計測なので、写真のように濁った水の底まで測ることはできませんが、グリーンレーザーは雨天直後の濡れた地面を測ることができます。
被災後すぐに測量ができるのもグリーンレーザーだけです。次にグリーンの使用事例です。まずは京都の寿浜という海岸の例です。このような海で海岸線から沖合400メーターまで飛ばした例です。実際の結果がこちらで、400メーターまで飛ばすと取れないと思っていましたが、400メーター先でも 8.6 メーターの深さまで取れていました。次にこちらは期間を変えて2度計測したもので、1度目は波が破砕するサンドバーが右の方に見られますが、2ヶ月後の2度目に測量を行ったところ、サンドバーが消失していました。他にも海岸線が後退しているのも分かりました。2次以上のデータを差分で色分けして鳥瞰図にすると、3次元的にどのように変化しているかというのを容易に把握することができます。こちらは沖縄のサンゴ礁の測量事例です。このようにサンゴが測れていました。断面を見るとこのように10メーター程度まで測れていました。他のデータですが、沖縄の方では20メーター測れた事例もございます。こちらは浅く岩が海面から出ているような場所を測量した例です。こちらが成果で、グリーンレーザーはこうした浅いところを測れるのも大きな特徴です。推定測量で使われるマルチビームなど音波を使って測れるものは、グリーンレーザーのように光ではないので、濁っていても測れるのが大きな特徴です。ですが、浅い海や川の場合、ボートやラジコンが入れないと測量することができません。それに対して、ドローンによるグリーンレーザー測量の場合は、この図のように、陸、水際、水底など、広い範囲をまとめて測ることができます。どれだけ深く測れるかと聞かれることも多いですが、浅いところが測れるのが、ドローンを使ったグリーンレーザーシステムの最大の利点だと言えます。今ご紹介した海に比べて、川の水は濁っていることが多いので、測れる深さは必然的に浅くなります。水質によるので、一概にどの程度とは言えませんが、これまでの実績で言うと、4メーター程度でしょうか。全然測れなかったこともあります。こちらは奈良の山奥の、水の澄んだダムです。反射強度で表現した点群と、こちらが樹木をフィルタリングしたものです。断面がこちらが堤体の断面で、こちらがダム湖の部分です。最深部で 8.4 メーターとなっておりました。このダムの上流では数年前に洪水があったので、橋脚が倒れたりしておりまして、水に沈んだ構造物などを見ることができました。次に今展示しております T.7 シリーズのご紹介をさせていただきます。まず T.7NIR ですが、リーグル社のスキャナを搭載しておりまして、とにかく多機能を軽量かつ安価にしたものです。この機種の特徴は 2.4kg と軽量なので、DJI 社のマトリス350に搭載ができます。視野角が360度あるのもこの機種の特徴です。ドローンに取り付けると上の半分は死角になってしまいますが、斜面や山の流線下で飛ばす場合には180度の範囲のスキャンを行うことができます。次は近赤外線モデルのフラグシップとなる T.7NIRS です。右下の図にあるように秒間240万パルスのスキャンと1秒あたり400ラインのスキャンが可能な超高速のモデルです。さらに1回あたり、レーザーの照射で最大32エコーも返ってくるという測量専用機の中ではとんでもなく高性能なものになっております。実際のデータですと、こちらが先にご紹介した 7NIR、 次に NIRS です。違いは明らかだと思います。この圧倒的な高性能なモデルも DJI 社のマトリス350に搭載することが可能です。次に T.7 グリーンです。セブングリーンの重量は 3.6kg です。前のモデルから1キロほど重くなったので350に搭載することはできませんが、これまで同様、当社のグローシリーズや4キロほどのペイロードを持つさまざまなドローンでご利用いただけます。前のモデルからの大きな違いは、まずレーザーパワーが2倍になったことです。レーザークラスは 3R と前のモデルと変わりません。
そして集光するためのレンズ径を 1.5 倍にしたことで集光力は 2.25 倍となっております。さらにレーザーを受ける感度は2倍になりました。こちらが前のモデルの3グリーンと7グリーンを比較した断面図です。一番左は、反応している樹木の断面なのですが、7の方が地表面を捉えているのが分かります。そして真ん中が河川、一番右が海なんですけれども、どちらも7の方がよく撮れているのが分かります。こちらが拡大したものです。2019年から昨年までキードットシリーズを使ったユーザー様のフライトが5万5000回と圧倒的な数を誇っております。こうした実績もあって、当社のレーザーはすべて国土交通省のネティスシステムに登録されております。ですのでユーザー様は総合評価落札方式においてネティス登録技術を採用した技術提案を行うことで技術評価点の向上が見込めます。特にこの推奨技術の場合は通常のネティスに比べて大きなメリットがあります。次にドローンのご紹介です。当社のドローンはそれぞれ特徴を持った2機種があります。こちらが一般的なドローンと同様リポバッテリーを採用したものです。この機体で最も重要したのが可搬性です。簡単に折りたたむことができます。フライトコントローラーにはオープンソースで提供されているものを使用しております。 LTE モジュールが搭載されているので遠隔地からの制御も可能となっております。こちらが動力源にエンジンを採用したハイブリッドドローンです。タンクにガソリンを入れて小型のリポバッテリーを常に充電しながら飛行します。飛行時間は何も搭載しなくて4時間、 T-DOT を搭載して2時間という驚異の飛行時間です。こちらも先ほどと同様 LTE の通信が可能です。こちらが昨年5月末に国土交通省様と実証を行った模様です。搭載なしで3時間、レーザー機器を搭載して1時間のフライトを行いました。次にハイブリッドドローンにグリーンレーザーを搭載して測量した例です。これは航空券様と行ったものです。かなりの広範囲で計測を行ってこのようなデータが得られました。こちらはパスコ様のご協力を得て微地形解析をしたものです。遠光遠脚の詳細な形状が見て取れます。最後にまとめを兼ねて報道で行われたものをご紹介します。グリーンレーザーシステムや途中でご紹介した全天候型ドローンは平成30年に決定された防災減災国土強靭化の対策で、全国の地方整備局にグリーンレーザーシステム12台と全天候型ドローンが30台導入されて運用されております。安倍元首相が行われていた未来投資会議にも取り上げられました。水管理、国土保全、いわゆる河川局では大活躍しております。航空券様はハイブリッドドローンにグリーンレーザーシステムを搭載して 4×1.5kg という従来のドローンでは不可能だった広範囲の測量を行っております。また土木券さんの方でもグリーンレーザーシステムの河川構造物の点検への活用を研究されております。足早にご説明させていただきましたが、お聞きいただいてありがとうございました。